クンティスは、スペイン、ガリシア州、ポンテベドラ県の自治体、コマルカで、カルダスに属する。スペイン国立統計局によると、2010年、の人口は5115人。住民故障は、男女同系のカンティーンス。ガリシア語話者の自治体住民に占める割合は98.53%。クンティスは、ポンテベドラ県の北部に位置し、コマルカで、カルダスに属する。 北から東がアエストラーダと南がカンポラメイロとモラーニャ、西がカルダスデレースとバルガの各自治体と隣接している。自治体中心地区はクンティス教区のクンティス地区。自治体内には多くのカストロ文化時代の遺構が残されている。その中でもカストロランディンのカストロは発掘調査もされており特に知られている。自治体市長は ガリシア社会党のファティマ・モンテアグード、自治体評議員は、ガリシア社会党、5、ガリシア国民党、5、ガリシア民族主義ブロック、3となっている。クンティスは8の教区に分けられる。太とは、自治体中心地区のある教区。ありがとうございます。